はい、どうもおめでとうございます。ひつまぶしを食べるやつがうなぎ飯を茶碗に取り分けるのが一般的だ。そのひつまぶしの正しい食べ方はっていう謎のライアーズアートを仕掛けるところからですね、やっていきましょう。新入り神2セナルート、セナがライアーズアート仕掛けようとしてる。無理にねじ込まなくていいんだけどな、このシステム。ライアーズアートに挑戦だ。4回に分けて食べる。これ俺の知識試されてない？4回に分けて食べる。なんだと、いい加減なことを。3回が正しいはずだ。3回に分けるなんてどうしろよ。今時ザギンのシースギロッポンでグーフーっていうくらい恥ずかしいことだぜ。半ばなんぞ、もとい、バカな。聞いて驚け。まずおひつのうなぎ飯を3等分するより、そうか、4等分する方が簡単だ。うなぎ飯を十字に区切ればいい。そうだ、次に3つの味を楽しむのに、料理なのになぜ4回なのかっていうとだな。なるほど、お気に入りの味を2回楽しむためだな。そのまま薬味を入れてお茶漬けで味わい、最後お気に入りの味で締めると。そういうことだ。どうだ、驚いたか？うん、実に恐れ入った。とても合理的だ。こいつ人の話の腰をバッキバキに折りやがって、脅かせてやったってのに全然すっきりしねえ。まあいい、ひつまぶしの知識で勝ったことは間違いねえんだ。上がる？何なんだこれ。よし、これで怪しげな筋肉野郎ことジェームズのひつまぶしについての知識が分かった。だから何なんだ、それが何の役に立つんだ。分からねえ、俺は何がしたかったんだっけ。君の言うライアーズアートとは、日本の知識を問うためのただの丸抜クイズなのかね。そう思わせておいて、てめえを油断させるっていう作戦なんだよ。その作戦を私にバラしてどうする。うるせえ、細かいこと気にしてんじゃねえよ。次行くぜ。余裕こいてられんのも今のうちだ。確か相手の言ったことの矛盾をついたり、怪しそうな点をあれこれ突き回したりするのがライアーズアートだった気がする。よっしゃ、ジェームズの言ったこととかをガンガン政権好きしてやるぜ。何をすればいいの。今日の夜都庁、何がしたいのこいつ。今日の夜都庁で花火が上がる。私の警告はどうかしたのかね。つまり都庁を爆破するってことだろ。それじゃあてめえはテロリストってことじゃねえか。爆破するという部分は正しいが、テロリストではない。いや、もうテロなんだよそれは、抗議的な意味で。ナルト組織の連中こそがテロリストなのだ。私はテロリストの計画を阻止するために都庁を爆破する。そうなるとテロリストじゃねえな。ち、なんかいい線いってる気がしたのによ、テロリストだよ。どっちもテロリストだわ。いやいや、目のつけどころかは悪くない。君にしては旧大点だと言っておこう。何が言っておこうだ。上らっそうな上から目線がムカつくぜ。どうなのこれ。上がるんだ。それで、そのやりとりが一体何だというのかね。お前には分からなくても、俺にはちゃんとした狙いがあるんだよ。どうも何かが違う気がすんな。お前の時はこんなんじゃなかったような。まあ、見よう見まねでやろうとすることが間違ってるからね。一応これ、あれでしょ、プロファイリングの技術でしょ。あ、そうか、嘘をつけばいいんだった。巧みな嘘で相手を動揺させりゃいいんだ。さーて、続けていくぜ。その、なんていうのかな。俺が言いたいのは、あれだよ、あれ。嘘。ちくしょう、焦ると全然嘘が思いつかねえ。焦るな、焦っちゃいけねえ。よーし、これだ。これでべしと決めてやるぜ。何？社会の窓が開いてるぜ。あー、ブリーフだった。ジェームズ、社会の窓が開いてるぜ。もう今のジェームズが社会の窓開いてたら大変なことになるよ。ボローンなんよ。ノーと、派手に驚きたいところだが、心配には及ばん。ジェームズは勝ち誇ったように言った。こんなこともあろうかと、私はこのようにブリーフ一丁だ。もちろん社会の窓がないタイプのブリーフだ。ああ、そうか。じゃ、ボローンはないんだな。こんなこともあろうかって、どんなことがあると思ってたんだ。っていうか、そんなことはどうでもいい。俺の作戦は完全に失敗だ。その上、野郎のブリーフをガン見させられちまった。最悪だ。これは下がる。腹立つなぁ、下がんの。くっ。ちくしょう、どうやったらいいか検討すらつかねえ。難しすぎるぜ、ライアーズアート。さて、要求はもう終わりと考えていいのかね。待て、そう早まるな。は、相手を動揺させりゃいいんならよ。方法なんていくらだってあるぜ。オムナの真似じゃなくて、俺流でやってやる。最初からそうすればいいんだけどね。次に、お前はどうしたのかねという。動揺させればいいんでしょ。G!
あ、ゴキブリだ。君は子供か。そんな低レベルな誘導に引っかかるわけがないだろう。せめてヒョウモンダコとかキングコブラとか毒を持ってる生物にしとくんだったぜ。いや、そういう問題ではないのだが。じゃあどういう問題だってんだよ。バカバカしい。それくらい自分で考えたまえ。あ、これ下がるな。ちっ、出したがりの半裸野郎のくせに答えを出し分なっつんだよ。もう付き合いきれん。あ、これまた下がるよね。あ、変わらないんだ。さてこれ以上時間を無駄にはしたくない。そろそろ終わりにしてもらえないかね。マジか、次でラストかよ。難しく考えたとこでどうせやり方もわかんねえんだ。こうなったらもっと好き勝手やってやろうじゃねえか。そうと決まればこの CIA エージェントを使ってアメリカの都市伝説の真偽を確かめてやるぜ。何何、下水道にはワニ、都市伝説だね。コーラを飲みすぎると骨が溶けるんだぜ、ブラッディメアリー。え、なんかもうせっかくだしイカリチポイントとか使っちゃう。わかんねえよこんなの。ブラッディメアリー、ブラッディメアリー。おい、そう唱えるのは2回までにしておきたまえ。どうした、柄にもなくビビってんのかよ。君のためを思って言っている。ブラッディメアリーと3度唱えてしまったら血まみれのメアリーに取りつかれることになるぞ。そんじゃあの有名な都市伝説は本当だってことかよ。本当かどうかなど関係ない。あれが怖がりだということを忘れたのか。血まみれの女に取りつかれていると噂が立てば君は間違いなく特捜から外されるぞ。なるほど、そいつは言えてる。もう少し彼を気遣ってやりたまえ。アンラヤローに説教されちまったが、ジェームズが本部長と知り合いなのは間違いねえようだ。最後にして少しだけ前進できた気がするぜ。これ合ってんの。当たった。どう言ったらいいのかわかんねえが、俺は今確かな手応えを感じている。けどそれが何なのかも、何の役に立つのかもさっぱりわかんねえ。やっぱ俺には向いてねえってことな。あばよ、最初で最後のライアーズアート。こんな茶番だぜ。まあなんとかクリアはできたからよしとしよう。あれ、結局俺は何を聞きたかったんだっけ。はっはっはっは、君は愉快な男だな、神風ボーイ。だがここから先の真実を見たところで君の知能では到底理解することはできまい。私も忙しい身なのでね、資格のない者にはここらで退場してもらうとしよう。え、俺を力づくで追い出そうってのか。上等だ、さっきの続きと行こうぜ。大きくうなずきジェームズが身構える。俺これ思うんだけどさ、セナどっかに飛ばされるでしょ。拳の握りが柔らかい。総合格闘技かなんかか。でけえ身なりなのに関節技まで使えるとなると迂闊に飛び込むわけにはいかねえ。どうした、かかってこないのかね。ジェームズが笑った。さっきと同じ作り笑いだ。安っぽい挑発に乗るほどガキじゃねえんだよ。相変わらずふざけた格好をしてやがるが、さっきまでとは雰囲気がまるで違う。目の奥の冷たい輝き、あれには見覚えがある。間違いねえ、あれは殺意だ。俺を殺してでも追い出そうってのか。面白いじゃねえか。警察官として殺す気はまずいが、それでも壊す気くらいでいかねえとやばそうだ。改めて身構えつつジェームズの隙を伺う。呼吸に注意だ。息を吸い込んでいる間は問題ない。人は息を吸いながらではまともな呼吸ができない。攻撃の際は息を止めるか吐くかのどちらかだ。ルール無用の喧嘩なら絶対に負けやしねえ。鼓膜の1枚や2枚は覚悟しろよ、おっさん。およ?ちっ、こんな時に幽霊かよ。気を抜いたら一発でアウトだってのによ。無視無視、完全に無視。集中力が途切れたら 100% やられる。くそ、気になる。でも注意をそらすな。睨み合いを続けてりゃチャンスは来る。理由は不明だがジェームズの気がそれた。今だ、行くぜ。勢いよく床を蹴った俺をジェームズが両手を突き出して押しとどめた。待て待て、君は気にならないのか。出るなり切るなりしてもらえるかね。なんだ、本当になったのか。すまねえ、ちょっとタイムだ。ジェームズが返事の代わりに肩をすくめる。携帯電話を取り出して画面を見ると、あ、どういうことだこりゃ。相手は非通知、これはまだわかる。問題はアンテナがゼロだってことだ。怖っ。電波が届いていないにもかかわらず着信している。まさかあれか。着信の7日後に死ぬとかいう呪いの着信か。白装束の髪の長い女が井戸から出てきて襲ってくる。いや、あれは呪いのビデオか。それともあれか、私リナちゃん今あなたの家の前なのから始まり、電話のたびにだんだん近づいてきて、それメリーさんじゃなかったっけ。最後には私リナちゃん今あなたの後ろなのって感じで終わる。はいよるものってやつか。
目に見えないストーカーなんて勘弁してくれよ。でもあの話は正直何回聞いても怖いよな。おいおい、さっさとしてくれたまえ。うるせえな、今出るとこだよ。不気味な着信だが、今更切るのもめめしい。たかが電話くらいで男はビクビクしてられっか。えい、出たとこ勝負よ。もしもし。もうセナ君ったら、あんまり女をじらすもんじゃないわよ。アンダ、姉さんかよ。思わずアンドのため息が出た。なんだとは随分なご挨拶ね。ちょっくら立て込んでてよ。んで、なんか用か。ねえ、マッチのアメリカ人と会わなかった？今目の前にいます。今目の前にいてブリーフ一丁でさっきを放ってるけど、なんでわかったんだ？まあ、魔女様は投資能力でもあるのか？その辺はご想像にお任せするわ。それよりちょっと変わってもらえるかしら。古い知り合いなのよ。ってことは、キサラギ先生も、多分編纂室ゆかりの人物というか、まあ、小暮くんとかとゆかりがあるんだろうな。アンテナゼロ着信も謎だし、この人は謎だらけだぜ。とはいえ、気にしててもしょうがねえか。アーク2っていう、アーク1味みたいなもんなのかな。おい、あんたに代わってくれってよ。ジェームズが怪訝な顔をする。まあ、当たり前だ。ジェームズは疑いの目を向けたまま、携帯電話を受け取って、不審そうに耳に当てた。どなたかな？日本語だったのはそこまでだ。Are you kidding me?英語はさっぱりわからないが、マジでって感じだ。ジェームズの表情が驚きから恐怖へと変わっていく。ジェームズは受話器の向こうの姉さんに必死に言い訳しているようだ。ああなのこうだのとベラベラ話している。あだのこうだのあーだのこうだのなんたらかんたらかくかくしかじかオムナなら少しくらい内容を聞き取れるかもしれないが、あれに、俺にそれを望むのは無理ってもんだ。ここは潔く諦めよう。セナ君、高学歴というかさ、頭いい設定とかつけても全然いいと思うんだけどな。ジェームズは何かを断ろうとしているようだが、結局、その抵抗は失敗に終わったらしい。どこか敗北感すら漂っている。まるで新兵のように背筋を伸ばして、ジェームズが電話の向こうの姉さんに再敬礼した。めっちゃ怖い人なんかな。Yes! Yes, ma'am. Oh no, sir. Yes, sir.指導モードになりながらジェームズが電話を切った。あの人元男とかじゃないよな。さっきまでの自信に満ち溢れていた歴戦の強者はすでにどこかへ消えちまっている。イエスサーとかサーイエスサーって男性に使う敬礼だよね。屈強な肉体を誇っていたはずのジェームズが今なぜか小さく見える。イエスマムとかだよね、女性に敬礼するときは。あの魔女め、一体どんな魔法を使いやがったんだ。まがまがしい呪いのアイテムでも差し出すかのようにプルプルと巨体を震わせながらジェームズが携帯電話を返してきた。話は終わったのかい？なんか最後までドジってたみてえだけど。思わずイエスマムと言ってしまっただけだ。彼女は永遠の18歳だと主張している。だからマムと呼ばれるのを嫌うのだ。マムってなんか大人の女性のことを指すんだっけ。まったくひどい目に遭わせてくれたもんだ。彼女が G 県にいるなんて君のボスは一言も教えてくれなかったぞ。なんだかよくわかんねえだが、ジェームズが恨みしそうに睨みつけてきた。俺にそんなこと言われてもよ、大体姉さんが姉さんが G 県にいたからって CIA のあんたが困ることなんてねえだろうが。ジェームズが真っ青にした顔をそらした。君は何もわかっていない。君は知らないのだ、あの魔女の恐ろしさを。どう見てもジェームズはすっかり怯えちまっている。 CIA に恐れられるとは姉さんも大したもんだ。うろたえっぷりが散歩じゃねえからしばらく放置しておこうとも思ったが、ジェームズは意外と早く立ち直った。いいだろう、約束は約束だ。君にも真実の一端を見せてもらうことにしよう。見てもらうことにしよう。真実の一端つうことは盗聴ロボか。ふんふんふん、私の機嫌を損ねてくれたお礼だ。君にはもっと面白いものを見せてあげよう。いや、盗聴ロボがいい。ダメだ。いや、ロボだ。ダメだダメだ。いやいや、ロボだロボだ。えい、やかましい、君はガキか。いい加減盗聴ロボは諦めたまえ。ロボは無理だが、よりスリリングでエキサイティングな体験を約束する。盗聴ロボよりもスリリングでエキサイティングな体験だと？上等じゃねえか。ほら、ワクワクしてきたぞ。やめろ、本当に。怒られる、怒られるんだぞ。こういうのって。ちゃんと怒られるぞ、大人に。目を閉じたまえ。あ？目を閉じろと言っているのだ。さっきまで命の奪い合いをした覚悟した、命の奪い合いまで覚悟した相手と、二人きりのこの空間で目を閉じるなど自殺行為に等しい。
それ以上にブリーフ一丁のテカテカの筋肉男の前で目を閉じて無防備になるなんてあまりにも危険すぎる。そんなの正気の沙汰じゃねえ。どうした？怖いのかね？バカか、怖いに決まってんだろ。けどこいつの言ってる怖さと俺の恐れてる怖さはきっと全然別物だ。これはもう度胸がどうのって問題じゃねえ。生理的に無理ってやつだ。とはいえ、ここで目をつぶらなければ何も手に入れることはできねえ。えい、ママよ。度胸ならある。あとは根性を見せるだけだ。よし、目を閉じてやるぜ。覚悟を決めてギュッと目を閉じる。いい度胸だ。気に入ったぞ、神風ボーイ。あの魔女が入れ込むだけのことはある。気に入っても変な気だけは起こすなよ。目は閉じてても心の目はバッチリ開いてんだぜ。この後に及んで君は何の心配をしているんだ？まあいい、人にかく始めよう。何を追っ始めるってんだ？そう思った途端に耳に異変が起き始めた。鼓膜が小刻みに震えている。耳に突き刺さるような鋭い耳鳴りのような音が聞こえ出したかと思うと、その音がどんどん音量を増してきた。なんだ？そのまま目を閉じていろ。これは警告だ。耳鳴りのような音がさらに不快な音に変わっていく。ブブブブブブというハエの羽音のような音だ。青白い光まで差してきた。目を閉じていてもわかる眩しい光。あちこちで激しい点滅を繰り返しているようだ。なんだなんだ？何が起こってやがるんだ？見て、何が起こってるのかめちゃくちゃ見て。いやいや、男が一度決めた以上、簡単に曲げるっていうのは俺の主義に反する。でも見て、超絶見て。え、これこっそり見たら多分終わるよね。まあ見ちゃうよね、そんなのね。こっそり見ちまおう。薄目を開けるだけなら気づかれっこね。さてさて、何がどうなってんだ？あれ？なんだこりゃ。思わず叫んじまった。だがこれを見たら誰だって叫びもするってもんだ。ジェームズの背中が背中に沿って裂けていて、そこから灰色のでっかい頭が飛び出している。まるで着ぐるみバイトの休憩中状態だ。でっかい頭には白目のないでかい目が浮かん並んでやがる。どういうこと？こいつは宇宙人の代表格グレイだ。あちこちでピカピカ弾けてる青白い光を浴びながら、すでに明らかに手遅れで、ものすごく今更ながらだが、慌てた様子でグレイがジェームズの顔をかぶり直した。目を開けるなとあれほど忠告したはずだぞ。気は済まないが、正体を知られたからにはこのまま君を返すわけにはいかない。そのジェームズの言葉が合図だったように、青白い光が一層強く輝いて視界が光で閉ざされた。宇宙人なの、ジェームズ？あれ、進んだ？いつの間にか気を失っちまっていたらしい。ここはどこだ？周囲を見渡そうとしたが頭が動かない。頭だけじゃねえ、手も足もまるで動かねえ。視界にあるのは白っぽい部屋の天井と、こちらを照らしているでっかい照明だけだ。ここは手術台だ。俺は手術台に寝かされちまってる。ぬ、ジェームズが照明を遮って顔を出した。筋肉野郎は相変わらずパンツ一丁だ。お目覚めかね、この宇宙人野郎。俺をどうするつもりだ？あ、そうか、わかったぜ。ここは宇宙船だな。俺を誘拐しやがったのか。おめえと、なんかいちいちちょっとダンダダンを読んだせいなんだろうな。ダンダダン展開だな。くそ、高速を解きやがれ。てめえをアブダクション容疑で逮捕してやらん。アブダクション？そんな生優しい仕打ちで済むと思ってるのかね。じゃあどうしようってんだよ。全身の血液を抜き取り、君の体を切り刻む。脳裏を牧場に放置された牛の死体がよぎった。あるけどね、そういう都市伝説。キャトルミューテーションかよ。まあそれはそれとして、まずはお尻の穴から拝見するとしよう。バカ野郎、どうせ全身の血を抜いて殺すんだから、ケツの穴はほっといてくれ。そうはいかん。さっきも言ったが、それはそれ、これはこれだ。やめろ、やめてくれ。あ、終わり。ギャー。教訓、男が一度決めたことを簡単に覆してはならない。なんかちょっとかまいたちの夜っぽいバッテンドやな。まあよかったよかった、バッテンドで。このまま進んだらどうしようかと思った。はい、ただいま。絶対に見ない。
そうだ、男が一度決めたことだ。どんな誘惑にも負けねえ。俺はアイゼン・セナだ。気がつくと青白い光は消えていて、耳鳴りみてえな音も止んでいた。そういえばジェームズの気配も感じない。おいジェームズ、もう目を開けちまってもいいのか。ジェームズからの返事はない。気のせいか声の反響の仕方が変わった気がする。いいんだな、目を開けるぞ。多分あの富士の樹海とかに行ってんじゃないの。恐る恐るって言っても別にビビってるわけじゃねえ。ただ慎重にって意味だと。とにかくゆっくりと目を開けてみる。あ、どこだ。やっぱジェームズの姿はなかった。それにさっきまでいた管制室みたいな部屋じゃない。なんて言えばいいのか、白衣を着た頭の良さそうな連中が実験とか研究をしていそうな、そんな感じの部屋だ。一体全体どうなってんだこりゃ。手品、それとも魔法か。置いてある機材の雰囲気もガラッと変わっちまっている。 CT スキャンとか人工透析とか、そういう類の装置に似た病院にありそうな機材ばかりだ。高い天井からもモニターや何か装置が下がっていた。 SF 映画とかで見たような五大層な設備が整っている。素人目にも最高級かつ最新鋭のものだと分かった。設備もそうだが、部屋そのものもどこか小綺麗で白く輝いている。やっぱどこかの病院っぽい印象だ。狐につままれた気分とはこのことか。さっぱり状況が飲み込めねえ。瞬間移動したかのように目を閉じている間に全く別の場所へ移動してしまったらしい。都庁のどっかにこんな場所があるのか、それとも完全に別の施設なのか。改めて全く別の場所だと考えると、ここによく似た場所を見たことがあるような気がする。まさかローズウェルとかエリア51とかか。やべえな、俺パスポート持ってねえぞ。ここは外国だったら誰かと出くわしても何も話せねえ。 I'm stranger here といったところで多分無駄だろうしよ。っていうかそもそもどうやって帰ればいいんだ。あーまあいっか、わからねえことを考えても仕方ねえや。 200% 時間の無駄ってやつだ。本当に心が強いなこの人。考えたり悩んだりして解決するならいいが、人の脳みそには限界ってもんがある。答えが見つからないものは最初から考えない、悩まない、それが潔い生き方だと俺は信じている。俺もそうなりてえよ。いやそれはそれで苦労すんのかな。よし、こうなったらとことん楽しませてもらおうとすっか。スリリングでエキサイティングな体験とやらがどれほどのものか見せてもらうぜと踏み出した途端、何かを踏んづけた。ぐにゃりとした嫌な感触だった。まさかこんな場所でんってわけもあるまいが、あまり確かめたくもない。悪い予感しかない、まあ、せっかく伏せてもらって申し訳ないけど、うんこだね。だがこの場所を特定する手がかりもない。このまま足元を見ないわけにもいかないか。あ、ブリーフ。うわ、なんじゃこりゃ。あ、脱いだ後かな。思わず腹を打たれた刑事みたいに叫んでいた。そこにはぐにゃぐにゃなんじゃこりゃ。そこにはぐにゃぐにゃにしおれた肌色の物体と見覚えのある白いブリーフが落ちている。想像したくないが、誰かの抜け殻のように見える。ジェームズの皮だ。どういうことだ。俺が抜け殻なら中身はどこだ。え、グレー出てくる。だが考えてみたところで答えが出るわけじゃない。ならば全身あるのみ。答えが出るまで突き進むまでだ。いや、なセナ君はセナ君で面白いな。数十分後、いちいち宇宙人っぽい交換は何なんだ。またなんてことない通路だ。なんで欲しいものがあって、あって欲しいものがない、ないで欲しいのが十字路で、あって欲しいものは窓だ。で、相変わらずスリリングなものもエキサイティングなものもない。そこそこ調べたが、どこも似たような場所ばっかだ。いろいろ置いてある研究室、何もない研究室、何かの生産ライン、十字路の通路、一直線の通路、右に折れた通路に左にって場所が変わっただけで前と同じじゃねえか。くそ、こんなことならやっぱり都庁ロボにしとくんだったぜ。と嘆いてみたところで何も変わらねえ。さっさと次に進むぜ。あ、なんか壁にあるよ。トイレだ。空きスペースで余裕で 3on3 ができそうな場所だが、トイレはトイレだ。さあ、ちょいちょいそういうのよくないよ。一応人はいるみてえだな。てっきりコンピューターで制御された無人の施設かと思ったが、そうでもないらしい。最新鋭の産業ロボットが用を足す必要があるってんなら話は違ってくるけどよ。いくつか生産ラインがあって、何かのパーツを作っていたが、作業していたのは全部ロボットアームだった。他の場所にも産業ロボはいても人の姿はなかった。それにしてもアメリカはどこも無駄に広いよな。まあここがアメリカかどうかは知らねえけど、絶対アメリカじゃないでしょ。間違いなくジャパンだよ。
似たような、研究室ばかりだが、ここは少し様子が違う。天敵のような袋が天井から無数に垂れ下がっている。なんだこりゃ。鈴なりのように下がっている袋に何かが入っている。水溶液に浸っている何かには見覚えがあった。これは脳みそ？臓器だ。腎臓か肝臓か、それとも膵臓か、何臓かは知らねえが、とにかく臓器だ。なんちゃら移植に豚の臓器を使うって言うけど、これは多分人の臓器だ。まさか臓器工場ってやつか。なんだソイレントシステムかこれ。その手の都市伝説にはあまり詳しくねえが、とあるテーマパークで臓器を奪う目的で子供が誘拐されそうになったっていう話があった。いや多分これはソイレントシステムだよ。人肉を缶詰にしてるんじゃないか。子供の臓器は大きさとかの問題で子供にしか移植できねえ。だから子供をさらって大人に育ててから奪うらしい。その子供を育てる場所が臓器工場って呼ばれてるとか。マジでありそうなんだよな、そういう話。それ現実にありそうだから怖いよな。他にも動物の体内で人間の臓器を作ったり、臓器のスペア用としてクローン人間を作ったり、臓器絡みの都市伝説は結構多い。ここにある臓器は一から作ったものか、それとも誰かから奪ったかは知らないが、保存というよりは培養しているって感じだ。何にしても人の臓器なんて記念に持って帰るよう帰りてえようなもんじゃねえな。確かにスリリングなものはあったが、望んでたようなもんじゃねえけど、ちょっと期待が持てそうな展開じゃねえか。お次はエキサイティングなものを頼むぜ。結構不謹慎だよ、セナ君。おおほほほほ、ババア一覧。そんな願いが聞き入れられたのか、いくつかの部屋や、通路を通過した先で、これまでとは一風変わった部屋に出た。天井の高い円形の大きな部屋だ。円形の壁に沿う形で、ちょうど時計のように12体の展示物がずらりと飾られている。一瞬ガキの頃に行った博物館を連想したが、飾られているものが普通じゃねえ。ババア安らかに眠ってんじゃねえよ。あれはどう見てもばあさんだ。色とりどりの着物を着たばあさんが12人並んでいる。まさかくるみちゃんのクローンか。エキサイティングな体験は期待できそうもんないが、入り口近くにあったケースに近づいてみる。中身は金色の着物を着たばあさんだ。アクリルケースに厳重に展示されているところを見ると作り物なんだろうが、気持ち悪いくらい精巧な出来栄えだ。シワの一つ一つまで作り込んであって本物にしか見えない。こんなもんどうしようってんな。マニアにでも売り飛ばすつもりかよ。ふと見ると、アクリルケースの土台のコンクリートに金属のラベルが埋め込まれている。ラベルの表示は、ターボ BP エクストリーム仕様。チューブ BB、いや、ターボ BB か。なんだそりゃ、ターボババアでしょ。何がエクストリーム仕様だ。ババアはババアだろうが。ババアのエクストリーム仕様。そう吐き捨てた時だった。目開くんじゃない？何かが動く音がした。誰だ。振り返りながら言い放ったが返事はない。周囲にも人影はなかった。気のせいか。誰もいねえってことは今の音は。もう一度アクリルケースの中のばあさんを眺める。言い知れない不安がじわじわと心を支配していく。もうタイラント前のエスカーみたいになってるよ。 いやそれはね、ありえねえよ。どう考えたってこいつは作り物じゃねえか。クソババアめ。うい、やると思った。その時カッとババアが両目を見開いた。あ、出てきちゃった。アクリルガラスを突き破った何かが突き刺すような勢いで目と鼻の先に迫る。しかもエクストリーム仕様のターボババアが出てきちゃったよ。ドア。反射的に身を引いて何かからは逃れたが、度肝を抜かれた上に腰まで抜かしちまった。けどそれも無理もねえだろ。ガラスを突き破って迫ってきた何かは作り物だと思ってたばあさんの細腕だ。な口は動いているが、それ以上言葉が出ない。ぐわーぐー。鬼の形相で野獣のような声を上げながら、ババアがケースから突き出した腕で宙をかいている。どこかからガラスが砕けた音が聞こえたかと思うと、俺の体に何かが影を落とした。影はみるみる大きくなる。くっ。とっさにコンクリートの土台を蹴って、その反動で寝たまま床を滑った。一瞬前まで俺がいた場所に黒い影が猛烈な勢いで落下した。その衝撃で床が放射状にひび割れる。エジカラー。落ちてきたのは水色の着物を着たババアだった。いいですね。
キー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 。ババアは目を血走らせ、奇声を上げながら床に膝まで突き刺さっている。枯れ木のような両足を引き抜こうとして必死にもがいている。正面を向いたままだが、目の端の方で他のケースから次々に腕が飛び出している。ケースの割れる音はなおも続いている。確認する気も起きねえが、間違いなく他のババアたちも動き出している。どう考えてもババアたちは普通じゃねえ。分厚いアクリルケースを素手で砕いたり、床を陥没させたりするババアが普通なわけがねえ。すげえな、ハンターが培養されてたとこからめっちゃ出てくるみたいな。ねえ、動物や老人には割と受けがいい方だが、飛びつかれたり抱きつかれたりするのはもちろん踏みつぶされるなんてまっぴらごめんだ。殺意が高すぎるな、ババア。お年寄りも少しは若者いたわりやがれ。よくわからない文句で自分を奮い立たせて、なんとか立ち上がり、笑ったままの膝で走り出した。その時、矢のような勢いで何かが脇を通過した。文字通りすっ飛んできたババアが俺の体をかすめて、その勢いのまま床に突き刺さったババアに激突する。もうババアだらけだよ、もう。ババアたちがモンドリを打って倒れ込んだ。さっさとここを離れねえと、まずそうだ。ババアたちは明らかに俺を狙っている。逃げるぞ、ババアから。脇目も振らずに走って通路への扉に飛び蹴りをかます。おお、通路を全力で駆け抜ける。後ろを見る余裕はない。複数の足音が迫ってくる。ババアどもだ。いや、でもターボババアよ。人間は時速何キロで走れる？短距離選手なら35キロくらい出せるか？長距離選手なら20キロってとこか。短距離ならマラソン選手よりは速いつもりだ。だがババアたちの足音はどんどん迫ってくる。畜生、いくらなんでも速すぎるだろうが。十字路が近づいてきた。直進すればあっという間に追いつかれる。だが全速力のままあの角を曲がりきれるのか。ママよ。床を蹴って右の通路へと突っ込む。やっぱ曲がりきれねえ。みるみる壁が迫ってくる。けどそれがどうしたってんだ。壁走れ、セナ。ジャンプして迫ってきた壁を蹴って、その反動で右の通路の床に着地する。減速どころか加速しつつコーナーを走り抜けた。え、見たか、バーバードも。俺が三角飛びってやつだ、この野郎。全力で走ってる時に振り返ることなんてできねえ。けど、なんとなくだが、気配で背後の様子はわかる。ババアたちの先頭の何人かはそのまま直進していった。曲がりきれずに壁に激突したやつも何人かいたようだが、それでも 2,3 人は確実に後をついてきている。全力疾走なんざそう長く続くもんじゃねえ。息切れするのももう時間の問題だ。走ってるだけじゃ絶対に逃げ切れねえ。こんな時、おむなならどうする、おやすさんならどうする、警察官ならどうするんだ。ドアを蹴破りつつ部屋へと飛び込んだ。こわ、あれだ。そこには警察官の強い味方がいた。いや、正確にはいたじゃなくてあったというべきか。何、茶か。あ、ダクトか。頭からじゃなく足からダクトに入った。通気口パネルを元に戻してパネルの格子越しに様子を伺う。はっはっはっ。部屋にババアたちがなだれ込んできた。黒、黄色、黄色の着物のババアたちだ。他のババアたちは一応巻いたらしい。いや、遅れてもう一人飛び込んできた。長い棒のようなものが入ったカゴを背負っている青い着物を着たババアだ。荒い息を止めるつもりで無理やり抑え込む。ダクトの中では身動きが取れない。見つかってしまえば一巻の終わりだ。どうやらこの4人のババアたちには俺がどっかに身を隠しているという発想はなさそうだ。知能はないんだな。特に周囲を見渡すこともなく部屋を走り抜けて、入ってきたのとは別のドアから出ていった。はぁ、やっぱりダクトは警察官の味方だぜ。なんとか難を逃れてホッとはしたが、ここに長く留まっているわけにもいかねえ。かなり狭いが、どうにか方向転換はできそうだ。部屋には戻らず、ダクトの中を進むことにした。それにしても、あのババアたちは一体何だってんだ？ただもんじゃねえのは疑いようもねえが、このまま逃げ切れるとも限らねえ。いや、そもそも俺は逃げちゃいねえ。あくまでも戦術的な撤退ってやつだ。曲がり間違っても退却じゃねえ。逃げたでしょ。そうだ、退却なんてクソくらいだ。退却するくらいならガチンコでやってやんぜ。とはいえ、あのババアたちが相手となると、せめて怠慢じゃねえと厳しいのは確かだ。銀色の着物を着たババアの破壊力は鉄球並みだろうし、水色の着物を着たババアは、ああ、いちいち面倒だ。もう水色ババアでいいだろう。あの水色ババアのジャンプ力も半端じゃなかった。ちゃんと見たわけじゃねえが、どう低めに見積もっても、大高跳び選手くらい飛んでたはずだ。走り高跳びの新記録なんざは目じゃねえ。あんなに高く飛ぶババアって言ったらジャンピングババアくらいなもんだぜ。 JP ババアですか、 JPBBA ですか、ジャンピングババア。その時ジェームズとの会話が脳裏をよぎった。
スーパーナチュラル。この日本で太古から怪異や呪いと呼ばれ、癒されているエネルギーを兵器利用しようとする狂気の計画だ。怪異を武器として使おうってのかよ。あのテカテカ筋肉野郎の話によれば、組織の連中は怪異を利用しようとしている。あのワワーたちがそれなんじゃねえか。破壊力、跳躍力、脚力、どれをとってもあれは怪異現象だ。あいつらは組織の連中に捕まっちまった本物の都市伝説のババアたちに間違いねえ。となると、あの水色ババアはジャンピングババアで、動きの速い黄色ババアはターボとか100キロババアとか、そっち系のババアだろう。カゴを背負ってた青ババアはきっと足売りババアだな。カゴの中に入ってた長い棒は多分人の足だ。足売りババアは放課後の下校中とかに出るババアで、足の入ったカゴや大きな風呂敷を背負ってるらしい。足売りババアは近くを通りかかった子供たちに何度も何度もしつこく聞く。足はいらんかねと。はいって答えちまってると、カゴに入ってる足を無理やりくっつけられて足が3本になっちまう。怖えな。いいえって答えると足を1本もぎ取られちまうらしい。どっちみち不幸な結末になるってわけだ。どう考えてもお会いしたくねえタイプのババアだ。きっと他のババアたちも何かしらの都市伝説のババアなんだろう。それで監禁されたり、人体実験されたり、何かを無理強いされたりしたことにものすげえ腹を立ててる状態って感じか。あるいは完全に洗脳されちまっていて、組織の連中から俺をああだのこうだのしろっていう命令を受けてるかのどっちかだろう。どっちにしろ組織の被害者ってわけだ。人間じゃないとはいえ気の毒な連中だな。すげえ感想。これがスリリングでエキサイティングな体験か。有名な都市伝説に出てくる連中を目撃しているとはいえ、なんだか素直に喜ぶ気にはなれない。霊能者でも幽霊バスターズでもねえから、意思疎通ができるかわかんねえけど、一度くらい話をしてみるべきなのかもな。まあ何にしてもババアたちに遭遇しないに越したことはねえが。突然ガクンと上半身が真下に落ちた。ダクトに縦穴があったらしいと思った時には頭から真っ逆さまに落ちていた。あらまあ、ダクトの蓋をぶち破って何度かぶつかった後にようやく床に落ちた。戻ってきてんじゃんここに。はい、じゃあここで一旦終わりたいと思います。また次回よろしくお願いいたします。ありがとうございました。またね、ババア。